浦路山下の一人 BTU。 はい、この動画は今週末に控えましたアイドルマスターマスターズオブアイドルワールド2015、こちらに対してちょっと語っていきたいなという番組でございます。はい、私浦路山下はアイドルマスターは8スライブの時からライブツアーに参加しているんですけれども、参加しているっていうか、まあ遊びに行っている、参加している、ですけれども、それとともにはね、アイドルマスターの今回のライブの舞台であります、西武プリンスドームに、足しげく通っていたことがあるという、西武ライオンズファンでございまして、なのでその経験を生かしてある程度のなんか助言ができないかなということを考えまして作らせていただきました。はい、まず今回のアイドルマスターのライブの舞台である西武ドームなんですけども、こちらの西武ドームすごい劣悪な環境にございます、ぶっちゃけた話。はい、野球の試合をしていて野球選手が熱中病で倒れるという、事態が発生したくらいでございます。なので、熱中症対策というのが一番大事になってくるんですけども、水分補給ですね。アイドルマスターのライブは、最近のライブはほとんどのライブで、MC のたびに水を飲ませていきます、やたらと。はい、なので水をたくさん持っていってください。ペットボトルの 500ml のやつがいいと思います。なんでかっていうと、会場は野球場ですので、椅子のところにちゃんとボトルホルダー、いわゆる映画館とかによくあるやつがついてるわけですよ、この辺に。でそこに刺しておけるくらいの大きさの方が都合いいと思いますので、何かと。もしくは足元に置いとくにしても 500ml の方がこうやって持ち下ろしやすいし、乾杯って言って、大体声優さんが乾杯って振ってくるんですけど、その時に乾杯ってやりやすいので、 500ml のペットボトルを大体 4,5 本くらい、特にお茶系みたいなトイレが近くになるやつじゃなくて、本当の水とか、もしくはスポーツドリンク、熱中症対策ということで、織り交ぜて持っていくのがいいのではないかなと思います。あと汗対策、あとね、これはね大事な話なんですけど、雨対策。当日台風が来るという予報もございますし、外野席だとか内野の高い内野とか外野席の芝生の席とか、スタンドの席じゃない、椅子のちゃんとある席でも、上の方スタンドの部分のところだと容赦なく雨が降り注いでくる構造になっております、西武ドームは。なぜなら西武ドームには壁がないからです。はい、野球場があって柱があって壁がなくて、その上に屋根が乗っているという構造になっております、西武ドームは。なんでなのかって言ったら、それは作った人に聞いてくださいとしか言いようがないんですけども、そのせいで雨が降ってくるとすげえ濡れます。濡れる位置にいる人は。はい、あと壁がないおかげで夏場は、いわゆるエアコン的なものがないので、外なんで、言ってしまう、外とつながってるんで、なんで、むちゃくちゃ暑いので、はい、本当に汗対策、雨対策、水対策、こちらは十分にしてきていただきたいと思います。最近よくドン・キホーテだとか、ホームセンター的でとかで、濡らしたらひんやりするシートみたいなのも売ったりしますし、もしもっと必要な人だったら、アイスノン的なやつとか冷えピタみたいなやつも持ってきた方がいいんじゃないかと思います。なぜならアイドルマスターのライブはむちゃくちゃ長いからです。前回埼玉スーパーアリーナでありました冬のライブ、去年の冬のライブですね、マスターズ・オブ・アイドル・ワールドというライブが、同じタイトルのライブがあったんですけども、その時4時間超えで、会場の都合でアンコールができないのでアンコールカットされるという、もともとアンコールが予定に入ってなかった、する余裕がないからっていうくらいの地獄の環境でして、もう正直しんどかったです。最後の方は楽しいんだけどね、僕も参加しましたけども。なので今回は10周年ってことで、それをさらに上回る2日間合わせて100曲やるというアナウンスがされてますので、はい、尋常じゃなくしんどいと思いますので、立ってんのしんどかったら座ってください。外野席の人はもともと立てないんですけども、過酷な環境でかつ長時間で、もうぶっちゃけ演者も大変だろうっていうライブなんで、はい、体調管理は万全に、それで、水分、暑さ対策、汗対策、雨対策、これはもうしっかりと。あと西武ドームなんですけども、物を売る場所が、売ってる場所がないです。僻地なんで、山の上なんで、はい、コンビニとかも確か近くに1個あったかななかったかなってくらいだと思うんで、一応ね、公式の方でそれを見越して、水
を売ってたりだとか、ちょっと食べるものを売ってたりすると思うんですけれども、それもちょっと限界がありますし、人が何万人も集まっちゃうんで、2万人ちょいは集まるので、ね、並ぶのも大変なんで、カロリーメイドとかそういうのは持ってきた方がいいと思います、うん、特に朝から物販で参加してそのままライブで9時までいるとかいう組の人はね、特に、何かしら考えた方がいいと思います。その現地で買うっていうのはほぼ無理だと思っていただいた方がいいかと、はい、思いますので、っていうところが、まあ、生きてライブから帰るための諸注意でございました。で、次、今回アイドルマスターのライブが初めてということに方に向けてですけども、さらっとそのこれを知ってればアイドルマスターより楽しめるよっていう情報を提供したいと思います。はい、アイドルマスターのライブって、まあ、アイドルのライブ全体的にそうだと思うんですけれども、あのコールとその応援カラーの色の棒を振る、いわゆるサイリウムとかコンサートライト、サインライトという類のもの、実物を見せますとこういうもんですね。こういうものを振りながら応援するというのが文化になっております。で、曲に対して合いの手コールを入れてあげる、はい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 だとか、ふわ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 とか、そういうやつですね、いわゆる。とは言っても、今この動画を公開して見ている人がそれを用意するのは大変だと思いますので、まずこの1曲だけコール覚えてくださいっていう曲を紹介します。これがアイドルマスター主題歌でございます。はい、アイドルマスター主題歌、まあいわゆるあれですね、タイトルとそのあれだ、曲の名前が一致しているというパターンの曲でございますけど、こちらの曲は絶対に10周年ってことを考えましても、ほぼ 100% ライブの1曲目とアンコールの最後、もしくはそのセットリストの最後、前最初と最後に絶対に配置されます、この曲が。で、一番最初のこの曲である程度コールの感じを掴んでおけば、あなたはもう成り行きなんとかなりますんで、あの、特に5時間もあるんで、最初なんか戸惑ってても、とりあえず一発目で押さえておけば、慣れるでしょ、そのうち。はい。慣れます。そんなに難しくないです、ぶっちゃけ。ちゃんとその、普段からある程度曲聴いてればですけども。まあ、聴いてない曲でも、なんとなく周りに合わせて、なんとなくやってれば、別にそこそこ、ちゃんとなんとかなりますんで、はい。とにかくそのアイドルマスター主題歌だけは押さえてください。今からでも多分予習できると思いますので、そこに関しては。で、多分ネット上にこのアイドルマスター主題歌だったらこんなコールを言えばいいんだよっていう動画があると思います。ちょっとダーティーな話なんで、ここでは紹介できませんけれども。ので、まあそちらもチェックしていただければいいんじゃないでしょうか。はい。で、それだけだとちょっとまあ不安だなっていう人のために、声を出す練習ができる場所が1点ありますので、それも紹介したいと思います。あのライブが始まる前に、野球場だったらよくあるんですけど、大型スクリーンっていうのがありまして、そちらに多分ライブの協賛スポンサー、例えば一陣車だとかブシロードだとかバンダイナムコエンターテインメントだとかの名前が次々紹介されるタイミングがあるんですね。タイミングがあるというか、これからライブ始まるよっていうタイミングで、まずそれが流れるんですね。そのスポンサーの名前が出るんですけども、その時になぜかスポンサーの名前をみんなで叫ぶという文化がございます。まあ要は一陣車ってバンってたら、一陣車ってそのに合わせて叫ぶっていうがありますんで、そこで大体その声出しの練習ができます。大体みんなこんな感じで声出してくるんだなっていう想像もそこでできます。おすすめです。はい。まああとはまあその1曲目のアイドルマスターで大体掴んでいただいて、あとは成り行きでバーッとなんとかなるんじゃないでしょうか。はい、声出しに関してはそんな感じですね。あとはもう特殊な曲に関しては今から覚えるのは無理だと思いますんで、はい、もう成り行きで何とかしてください。好きな曲だったら分かると思います。あのこの曲だったらこういうところでこういう風に喋ればいいんだなってのが、例えばまあそうだな、さっくり言っときますと、最近発売されましたこちらの、水瀬よりさんの、マスターアーティスト3の全力アイドルだったら、じゃあ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 みたいなところで、ああこういうことねみたいな感じのフレーズがありますんで、はいはい、これを言えばいいんでしょうみたいな感じでわかると思いますし、大体そんなもんです。アンズの歌だったらあんな感じで入れてあげればいいなとか、誰なんだみたいなのは、あのウサミンの曲だったら入れてあげるとか、そういう感じで、まあ好きな曲だったらわかると思いますし、そんなに聞いたことない曲だったら今から勉強しても多分わかんないと思いますんで、そんな感じで頑張りましょう。はい。で、今からでもできること
としてあるのが、さっきもちょっと言いましたコンサートライト、こちらですね。これの準備でございますね。基本的にはあの応援しているキャラクターの、まあ、属性色というか色を振ってあげればいいんですけれども、まあ一番のおすすめは当日物販に行ってあのナムコプロのセットだけ買うというおすすめですね。あのシンデレラガールズとかミリオンのセットまで買っちゃうとすごいお金使っちゃいますので、いきなり初心者の方にそれはさすがにしんどいだろうという、ナムコだけ買っておいてシンデレラミリオンに関してはなんとなくそれに近い色を選ぶっていうのが一番正解だと思います。お金を使わなくて済む、かつあの一番わかりやすいっていう。これも結構ファンアイテムとして優秀ですし、例えばこんな感じでキャラクターの名前とあとあのキャラクターのシルエットがこう入ってまして、ファンアイテムとしてもなかなか優秀ですし、1本1000円ですし、あとあのどれ振ればいいのかがなんとなくもうはっきり分かっちゃうんで、そのライブ中の暗くて分かりにくい時にもあこれねみたいな感じで取り出しやすいっていうのメリットがありますし、うん、あとあのアイドルマスターのその各キャラクター一人一人にちゃんと色がチューニングされてるんで、市販のものと違って、はい、例えばあの一番微妙な色で言いますとこれですね、やっぱり菊池誠の黒いサイリウム、これはねやっぱり一般で手に入れるのはなかなか難しかったりとかしますし、あと地味にねちょっと色がないのがかな、響くんの水色とかね、青はあるんですよね、青はあるんだけど、この微妙な色の違いとかもやっぱアイドルマスター専用じゃないとやっぱり調達できないっていうところもありますんで、まあ、できればちょっと予算を立てて買っていただきたい。もしそれが難しいとしたら市販のもので、赤と青と黄色と、まあ、黄色っていうかオレンジ系の黄色、オレンジ的な色と緑、白、あとはまあピンク、紫系くらいがあればまあなんとかなるっちゃなんとかなると思います。ただあの折って光らせるタイプの場合、長時間タイプと短時間タイプっていうのがありまして、長時間タイプっていうのはワンライブ持つか持たないかくらいちゃんと光ってくれるんですけれども、短時間タイプだと1曲持たないくらいの時間しか光ってくれないので、そこは要注意ですね。まあ、その代わり短時間タイプはこれね、この5分っていうこの大閃光とかウルトラオレンジとかウルトラレッドとかそういう感じで呼ばれているまあ、商品名の短時間タイプのサインライトに、サインライトとかサイリウムに関しましてはむちゃくちゃ光が強いので、それとはまた別に特にこの曲には命かけたいんだっていう時に使えます。だからまあこの特にオレンジ色のウルトラオレンジっていうのは使わなきゃいけないシーンが多いので、例えば具体的に言いますと曲の名前で言うときらめきらりとか自分リスタートとかトワイライトスカイとかそういう曲で使わなきゃいけないので、まあ多めに持っていくとなんか倒産の時にああやばいこれ持っとけばよかったっていう時に使えるんじゃないかと。まあ、それ以外のカラーに関しては本当に好きな人が、例えば私天海遥さんがすごい好きなんです、尊敬しています、天海遥さんのために何かしてあげたいですっていう人の場合は赤色のウルトラレッド大閃光レッドみたいなのを用意して、なんかあの天海遥さんとか中村江里子さんが出てきた時にわーっと振ってあげるといいんじゃないでしょうか。はい、でもマストではないです、そこに関しては。うん、っていう感じですね、サインライトに関しては。で特にアイマスに関しては2色持ちをしなきゃいけない場所がありまして、あのカバー曲を歌うっていう場所があるんですよ。あの今回特に参加できてないアイドルの方が何人かいまして、あのそういう方がの曲を参加している人が歌うっていう、まあ、場面が出てくるんですよ。多分今回のライブでも出てくると思うんですけど、その場合は例えばこの星井美希カラーのサイリウム、長谷川明子さんが出られないから、例えば星井美希の持ち歌の Day of the Future を例えば、ガナハヘビキさん役の沼倉さんが歌うということになった場合に、こうやって2本実際歌ってる人とその曲の本来の担当者の2本を振るみたいな伝統が最近できましたので、これ2本持ちに対応できるようにできるだけまあ本数を揃えておいた方がいいですね。別々の色で、あの1本のライトでいろんな色が光が出せるみたいなやつもあるんですけど、そのはあんますぐにはちょっと使いにくいかもしれません。はい、
あとね、すげえ特殊な例なんですけども、リベリオンっていう曲がありまして、そのリベリオンっていうそのガナ響きの曲に関しては途中で最初はだからずっとガナ響きカラーを振ってるんですけど、途中で真実の赤っていうフレーズの時にこう赤を出すっていう、うん、これも伝統ですね、もう最近できたがありまして、それもできればかっこよく決めてあげたいので、まあ、リベリオンが流れるかどうかわかんないんですけども、ちょっとそこもまあ多分初心者というか、まあ、初めてライブに来る人にそこまで求めるのは相当酷だと思うんですけども、一応まあなんとなく準備できるようにしておくといいんじゃないでしょうか。あとはまあそれに類するものとしてトワイライトスカイっていうタダリーナさんの、まあ、青木瑠璃子さん声優さんの名前でいうと曲があるんですけども、その時も下側の人、例えば今アリーナ席、グラウンド側の席にその人が金色、ウルトラオレンジを振って、スタンド席の人はブルーを振るみたいな、まあ、水色ですね。決まりもあるんですけども、まあそれももう最近できた伝統なんですけども、そういう特殊な例もありますんで、一応いろんな色がとっさに出せるようにしておくといいんじゃないかと、うん、思います。はい。まあ、もしそのトワイライトスカイとリベリオンっていう曲が流れた場合は要注意ですね。だからまあイントロで分かるくらいの強者になってれば別にそこでとっさに対応すればいいんでしょうけども、ちょっと遅れちゃってもなんか遅れちゃったって出しても別に大丈夫だと思いますし、まあ出さなかったと出さなかったで隣の人が譲ってくれるっていうこともありますんで、はい、まあそこまで恐れる必要はありません。何しろね、2万何千人くらい集まりますんで、1人くらい間違えたりだとか変なとこで変なコール入れちゃったりしてあーってなっちゃっても誰も気にしません。そこはもう寛大な心でみんな、てかまあ自分がやるのに集中してますんでみんな、はい、まあそこまで怖がらず楽しんでくださいっていうところですね。はい、以上 BTU アニメラボ裏じゃ山下のアイドルマスター10周年ライブアイドルマスターマスターズオブアイドルワールド2015に関する動画でございました。最後にもう一点、私浦ちゃんいましたのこの格好に近い感じのおっさんが約 50% くらいの確率で、ステージに登場することがあると思うんです。 MC の時とかにその場合は、ウルトラオレンジを光らせて変態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 というコールをしてあげてください。以上浦ちゃんいましたでした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。